飛んでた時は見てないんですけど、ええ、引っ張った時に、引っ張った時に倒れちゃった、なんかつまずいたのか多分、ええ、倒れて、それでなんか足がね、ああってなって、なんか変な興奮状態になったとパタって巻き込まれて、はい、ごめんね、ちょっともう一回させてくれる？もう死んじゃったかなと思って抱っこして、でこっちに走ってきた時に意識を取り戻して、ちょっと酸素に入れながらさ、やっぱり調べません？心臓の多分心臓のような気がするんですよ。そんな急に硬く倒れてる。だから、お時間は、まあ、待っててもらえれば、あとレントゲンと心電図と、まあ、おしっこは持ちちゃったかな。しちゃいました。もうあと散歩行ってもしないですかね。まあ、またじゃあおしっこはまた改めてそこもちょっと見ましょう、ね、で血液はまあちょっと時間かかるけど、レントゲンと心電図はこのまま結果出せますから、はい、それを見てちょっと治療ねした方がいいと思うから、だっていつ倒れるかわからんもんですよ、もしかしたら、はい、じゃあ一回ちょっと酸素化します。また酸素の辺に入れます。それで準備できたら順番にやりたいと思います。はい、はい。